前回では詰め通しの生産量がどんどん減ってしまっているといわれています。現在でもレッドリスト絶滅危惧種に指定されている動物なんですね。なのでペットとして飼うことをリストしたものがどんどん変更していくと、さらに前回の詰め通したちが増えていくのではないかと言われています。おれただね、このようにね、ペットとして飼うときにしょうがない動物ですので、もしかしたら日本で飼いきれないという方が前回に逃がしてしまうと、さらにね、また生態系が増えていってしまうということも考えられます。スミカワサカワいいなと思ったら、ぜひこうして水族館や動物園に何度も足を運んでいただいて、元気に姿を見て、ぜひ野生のカワウソのこと、また野生のカワウソたちが置かれている環境問題などについても、何してるの？